リフティング対決をちょっとしたいなと思ってまして、はい、いい15、あれ16、なんか掴んできた、掴んできた、18、イエーイ、すごい。うわーすーごっ。うわはい、みなさんこんにちは、まいこチャンネルです。今日はサッカー那須大輔さんに来ていただきました。というのも、今日丸の内スポーツフェスで一緒に SNS について今日はトークショーさせていただいたんですけど、その流れで一緒に、すいません、ありがとうございます。すいません、なんかこちらこそいきなり呼んでしまって。球技つながりってことですね、はいはい、コラボさせてもらったんですけどもう無理やりですけどね。いや嬉しいです、はい、本当にすごいんですよ那須さんの YouTube。 いやめちゃめちゃ面白いし、非常にレベルの高い試合をしていたと思います。ポンコツで通ってますから。いやそんなことない。だいぶポンコツで第一人者のパターンありがとうございます。いただきました。何をするかと言いますと、今日はリフティング対決をちょっとしたいなと思ってまして、はい、いや逆にいいんすかね、なんでそれにしたんだ私は。いいんすか。なんか急に宣戦布告してますけど、なんか高校の時のアップでちょっとだけやっていて、はい、やられてたんですね。なんか久しぶりにやるし自信はないんですけど、うんうん、ちょっと見たい見たい見たい、どんくらいやれるのか見たいです。ちょっと最初那須さんに見てもらいますね。はい、いきます。なるほど、完璧な素人です。私うまくやるためのコツちょっと一つ教えてほしいんですけど。一つ、今の感じだったら、まあ、やっぱ門を中心にやるので、はい、ここよりちょっと内、このこっち側です。少し膝寄りじゃなくて、はい、もっとこの内側というか、はい、そっちにやった方が、はい、こういった時点で足つかないといけないので。そうですね、はい、まあじゃあ、はい、一応やってみますよ。じゃあお願いします。一回やってみます。片足だけでやります。うわーすーごっ。普通のなんかスニーカーなのに、そう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 、まあこんな感じです、こんな感じです。うまい、こんな感じなので、はい、まあ勝負ですよね。勝負です。これ普通では面白くないっていうことで、はい、僕が提案しちゃっていいんですか。あ、いいです、お願いします。普通にやられてください。わかりました、はい、今みたいな感じで。で僕は指定された、はい、羽野さんが指定されたとこを経由してリフティングを続けます、うん、はい、その順番通りですか。順番通り。あ、分かりました。じゃあどうしようかな。どうします？経路としては。右利きですよね。右利きです。右膝、左足、左膝、右肩、頭。わお。なるほど。難しいですかね。いや、めちゃめちゃ難しい。肩で頭、ちょっと一回。結構ネイマールとかなんか超有名な選手たちじゃないとできないレベルかもしれない。本当ですか。はい、まあでもやってみます。那須さんだ、大丈夫だと思うんで。あ、緊張してきた。じゃあ、はい、いきますね。うわ、やばい、ちょっと待って。1、2、3、4、5、6。あら、あら、10、11、12、13、14、15、あら、16、なんか掴んできた、掴んできた、18、19、20、21、22。おお、イエーイ、すごい、すごい、ちょっと続きましたね。びっくり。なんか途中から入りました。なんか掴みましたね。入りましたよ途中から。え、これちょっと負けたら恥ずかしいですねこれ。
私も見たいからちょっともう一回やってほしい。ちょっといいっすか、もう一回。じゃあもう一回、すいません、行かしてもらいます。こうで、こうで、こっちかな、オッケー。はい。はい。これ、はい、参りました。はい、本当ですか？いいの？いや、勝てないこれ。リフティング対決、まさかの私勝ってしまったので、はい、私がバレーボールをとにかく強く打つので、はい、それを拾えるかどうかちょっとやってみてもらってもいいですか？なるほど。なかなかないシチュエーションだと思うんですけど。確かにないですね。ちょっとサッカー選手の反応がちょっと見てみたいなと思って、はい、なるほど。ちゃんとここに返してください。はいはいはい、あの鬼のセッターがいるんで。OK です。ちょっともう一回いいですか？こっちはただ気持ちいい。すいません、意地汚さが出ちゃいました。いや、大体僕のチャンネルだとほぼ負けてるので。本当ですか？はい、なんかやっぱいいな、他のスポーツすごいやってみたいなって思っちゃいました。またこうやって球技でコラボできるのいいですよね。はい、そんな球技通して。では、丸の内スポーツフェスの、SNS に関するトークショーを私たちで出ているので、アーカイブまだ残っているので YouTube ぜひ見てください。ではありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。